英語学習の時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 How are you doing everybody? BBC 最新1分ニュースを使って私たちの英語力、そして英語で情報を取りながら情報力を高めていきましょう。まず1番目、このニュース字幕ありで確認してニュース全体の意味捉えていきましょう。2番目、字幕を使いながらこのニュースに出てきた単語、表現、そしてニュースの詳細捉えていきたいと思います。そして3番目は字幕なしでこのニュースもう一度見て、しっかりと字幕なしで理解できるのか、ネイティブの英語発音スピードアクセントについていけるのか、理解できるのかチェックしていきましょう。そして4つ目はお手本のネイティブ英語を真似してこのニュースの原稿を音読することによって日本人が苦手と言われているスピーキング力どんどん上げていきたいと思います。一通りこのニュースで情報を得た後は、じゃあ What did you learn feel from this news ということで、あなたはこのニュースからどんな情報を得て、どんなことを思ったのかということを自分の意見として相手に伝えていきたいと思います。気に入ったら英検一級ガジチャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速 BBC 最新1分ニュース Let's check this news with subtitles at first。This is BBC News, the headlines. The US, Britain and Australia sign a security pact to counter China's military strength in the Pacific, including new nuclear-powered submarines. After the leaders met in Southern California, President Biden said the AUKUS pact would boost stability in the Asia-Pacific region for decades.The US government has given the green light to the controversial Willow oil drilling project in Alaska and the Arctic. The $8 billion scheme has faced fierce opposition from environmentalists. One of the strongest storms recorded in the Southern Hemisphere has hit the region for a second time in a month, killing 100 people. Storm Freddy has left destruction in Malawi and Mozambique, ripping roofs off buildings and bringing widespread flooding. These are the latest headlines from BBC News.さあどうでしょうか。字幕ありでこのニュース一度聞いてみましたけれども、ネイティブの早い英語についていけましたでしょうか。そして概要を捉えられましたでしょうか。それではですね、今画面の右側に映っているこの原稿を使いながらポイントとなる単語表現をチェックして、そしてニュースの詳細を見ていきましょう。 This is BBC News The Headlines。 これはいいですね。 BBC News Headline ですということで、The US, Britain and Australia sign a security pact to counter China's military strength in the Pacific. ということで、アメリカ、イギリス、オーストラリアが中国のですね、太平洋での軍事強化にカウンター、対抗するための安全協議にサインを交わしたというニュースが一つ目ですね。Including new nuclear-powered submarines ということで、その中には、原子力推薦潜水艦の、条約協定も入っているというですね。 After the leaders met in the Southern California, President Biden said that AUKUS pact would boost stability in the Asia-Pacific region for decades ということで、アメリカのですね、サウスカリフォルニア、南カリフォルニアで面談した後にですね、アメリカのバイデン大統領がこの3カ国間の協定を AUKUS と言いますけれども、AUKUS 協定というのはですね、4 decades、何十年にもわたってアジア太平洋地域でのスタビリティ、安定というものを強化していくだろうと、こう語ったわけですね。これが一つ目のニュースでした。AUKUS ですね。AUKUS Pact についてのニュースでした。では二つ目。The US government has given the green light to the controversial Willow oil drilling project in Alaska and the Arctic. The $8 billion scheme has faced fierce opposition from environmentalists. ということで、このニュースですけれども、and in ですね、in Arctic、アメリカ政府ですけれども、green light、まあ OK ですね。青信号を出したということで、コントロバーシャル議論の多い Willow オイルドリーディングプロジェクトインアラスカ、アラスカのですね、まあ、オイル掘削ですね、に、OK を出したということですね。そして、アークティックというのはですね、アークティック、
北極ですね。北極アラスカでの、オイル掘削事業に OK を出したということで、The $8 billion scheme。ビリオン10億ですから、80億ドルにも及ぶこの計画というものなんですね。Faced fierce opposition from environmentalists、まあ。環境保護団体、環境保護に力を入れている人たちから、fierce というのは激しいですね。激しいオポジション、反対に直面していたということですけども、グリーンライトが出た。OK だということがアメリカ政府から出たということですね。では次、3つ目のニュース見ていきましょう。Mammoth's strongest storm was recorded in the southern hemisphere has hit the region for a second time in a month ということで、killing 100 people。なんとですね、歴史的にもですね、最も強い嵐の一つというものが、southern hemisphere。南半球ですね。Second time in a month. 1ヶ月に2度も襲いかかって、そして100人の人が亡くなっているというニュースですね。Storm Freddy。名前が Freddy という嵐ですけれども、left destruction in Malawi and Mozambique, ripping roofs of buildings and bringing widespread flooding ということで、嵐のフレディですけれども、モザンビークとかですね、マラウィのリッピングオフというのは吹き飛ばすですね。まあ建物に屋根を吹き飛ばしたりですね、そして洪水を引き起こしたり、えらいことになっていると。まあこういうものがですね、There are the latest headlines from BBC News。世界中で起こっている BBC が報道した最新情報です。ということですね。では、ニュース全体の意味捉えましたので、もう一度この原稿を使って、ポイントとなる単語表現確認しておきましょう。上から順番に見ていきますけれども、Pact というのは条約とかですね、協定という意味がありますね。Pact 覚えておきましょう。Strengths 強化という意味ですね。Strengths 覚えておきましょう。発音が少し難しいです。難しいですけども、Strengths ですね。しっかり声に出して覚えましょう。そして、Nuclear Powered Submarines。サブマリンズというのは潜水艦のことですね。ニュークリアというのは核ですから、核兵器が搭載できる潜水艦。まあ、原子力潜水艦ですね。そして、固有名詞ですけども、AUKUS というのはアメリカ、イギリス、オーストラリアの、まあ、軍事安全保障同盟みたいな感じですね。覚えておきましょう。Stability、安定ですね。Decades、複数形になってます。何十年。という意味ですね。For decades、何十年間という意味ですね。そして2つ目のニュースに移りまして、Green Light、青信号、OK サインという意味ですね。Green Light、Green Light、これに出してみましょう。Controversial、議論の余地が多い、議論が巻き起こるという意味ですね。Controversial、そして、Oil Drilling Project、石油掘削プロジェクトですね。石油採掘ですね。石油採掘プロジェクト。オイルドリングプロジェクトですね。覚えておきましょう。そして、fierce 激しいって言いますね。fierce opposition 激しい反対って言いますね。覚えておきましょう。そして、environmentalist 環境保護団体。環境保護家という意味ですね。environmentalist、次、3つ目のニュースに移りまして、ヘミスフィアというのは半球という意味ですね。サウザンヘミスフィアで南半球という意味ですね。覚えておきましょう。そして、ディストラクション、破壊ですね。そして、リップオフ、吹き飛ばすという意味ですね。リップルーフオフビルディングス。ビルからですね、ルーフ、屋根をリッピングオフ、吹き飛ばしている、吹き飛ばしたという意味ですね。覚えておきましょう。ワイドスプレッド、広く広がる。フローリング、洪水という意味ですね。このあたりの単語、表現しっかり覚えておきましょう。では、このニュースの詳細の意味、そして出てきたポイントとなる単語表現確認しましたので、3番目ですね。字幕なしでもう一度このニュースを見ていきましょう。ネイティブの早い英語、しっかりとですね、字幕なしでも聞き取って意味を理解できるのか、学習した単語表現ですね。キャッチアップできるのか聞き取れるのかそのあたり注意していきたいと思います。それでは Let's check this BBC latest news once again. This time without subtitles. This is BBC News, the headlines.
The US, Britain and Australia sign a security pact to counter China's military strength in the Pacific, including new nuclear-powered submarines. After the leaders met in Southern California, President Biden said the AUKUS pact would boost stability in the Asia-Pacific region for decades. The US government has given the green light to the controversial Willow Oil drilling project in Alaska and the Arctic. The $8 billion scheme has faced fierce opposition from environmentalists. One of the strongest storms recorded in the Southern Hemisphere has hit the region for a second time in a month, killing 100 people. Storm Freddy has left destruction in Malawi and Mozambique, ripping roofs off buildings and bringing widespread flooding. These are the latest headlines from BBC News.どうでしょう。字幕なしで聞いてみましたけれども、ネイティブ英語ですね。British English ですけれども、聞き取れましたでしょうか。いろいろな種類の英語ですね。たくさん聞いて、そのスピード、アクセント、発音、リズム、そういうものに慣れて、リスニング力をしっかり高めて、わからない単語表現があれば、確認して覚えてですね、語彙力、単語力、表現力を上げていきましょう。それではですね、次、音読練習行ってみたいと思います。4番目ですね。日本人、英語が話すのが苦手と言われていますけれども、普通日本に生活していると、島国日本でなかなか英語を話す機会がありませんので、いきなり話せと言われても話せないのが普通ですね。でもそれではですね、スピーキング力いつまで経っても向上しませんので、日本にいながら、お家にいながらスピーキング力向上させる方法をですね、紹介したいと思います。それはですね、音読練習ですね。小学校の頃に、中学校の頃に国語の教科書をですね、日本語で音読して、どんどん日本語を覚えたように、英語も上手な人のですね、お手本英語を真似して、一緒に話すことによって、音読することによって、どんどんですね、上達していきますので、視聴者の皆さんと一緒に今からやっていきましょう。やり方は非常に簡単で、この左側のお手本のネイティブ英語を今度は部分集中して聞いて、それを聞いた後に右側の原稿を自分の口から声に出して音読する。これを繰り返すことによって確実にスピード、アクセント、発音、ネイティブに近づいてスピーキング力が上達していきますので、しっかりですね、口の筋肉が疲れるぐらい英語をたくさん話していきましょう。それでは Let's start to speak in English out loud as much as possible.This is BBC News, the headlines. The US, Britain and Australia sign a security pact to counter China's military strength in the Pacific, including new nuclear-powered submarines. After the leaders met in Southern California, President Biden said the AUKUS pact would boost stability in the Asia-Pacific region for decades. では、今の日本英語を真似してですね、最初はゆっくりでもいいので、何度も何度も自分の口から実際に声を英語を発していきましょう。では行きます。This is BBC News, the headlines. The US, Britain and Australia signed a security pact to counter China's military strengths in the Pacific, including new nuclear-powered submarines. After the leaders met in Southern California, President Biden said the AUKUS pact would boost stability in the Asian-Pacific region for decades. ですね。では次、この部分ですね。しっかり声に出していきましょう。まずはお手本チェックです。The US government has given the green light to the controversial Willow Oil drilling project in Alaska and the Arctic. The $8 billion scheme has faced fierce opposition from environmentalists. ではこの部分、視聴者の皆さんも一緒に声出していきましょう。ではいきます。The US government has given the green light to the controversial Willow Oil drilling project in Alaska in the Arctic. The $8 billion scheme has faced fierce opposition from environmentalists.ですね、では最後の3つ目の英語ですね、しっかり左側のお手本英語を聞いて、その後真似して音読いきましょう。One of the strongest storms recorded in the Southern Hemisphere has hit the region for a second time in a month, killing 100 people. Storm Freddy has left destruction in Malawi and Mozambique, ripping roofs off buildings and bringing widespread flooding. These are the latest headlines from BBC News.ではこの部分ですね。では一緒に視聴者の皆さんも声出していきましょう。One of the strongest storms recorded in the southern hemisphere has hit the region for a second time in a month, killing 100 people. Storm Freddy has left destructions in Malawi and Mozambique, ripping roofs of buildings and bringing widespread flooding.
These are the latest headlines from BBC News. さあ、どうでしょうか。視聴者の皆さんもお手本を真似して、口の筋肉が疲れるぐらいですね。何度も何度も同じ英語をお手本を聞いてはですね、それを真似して自分の口から発する。この音読練習をすることによって、家にいながらですね、どんどんネイティブに近づくスピーキング力、身につけることができますので、たくさん英語を話していきましょう。それでは、この BBC 最新ニュースから情報を得ましたので、次はですね、What did you learn feel from this news? Let's speak your opinion in English. やっていきたいと思います。より実践的な、自分はどう思うのか、どんな情報を得たのかということを自分の言葉で英語でスピーチする練習ですね。使うのは今画面に映っている Google 自動翻訳、英語から日本語の設定にしておいて、このボタン、音声入力による翻訳ボタンを押して英語でスピーチすると、なんと話した英語すべて Google が文字に起こしてくれます。左側に英語、右側にはその日本語訳が表示されますので、スピーチが終わった後、自分がどんな内容のスピーチをしたのか、しっかり意味が通じているのか、発音アクセント、問題ないかどうかということをチェックすることができます。非常にこの Google 自動翻訳無料ですけれども、スピーチ練習にはですね、非常に便利で有益な学習ツールになると思いますので、視聴者の皆さんもぜひチャレンジしてみてください。それでは、このボタンを押してですね、今から私が思ったこと、感じたこと、得た情報なんかを英語でスピーチしてみたいと思います。では行ってみましょう。Let's try to speak my opinion in English.I got information from this BBC latest news. First news was about security pact between United States, UK, United Kingdom and Australia. The pact is called AUKUS pact and the deal includes nuclear submarine deal to keep the security in the Indo-Pacific regions.As we all know now that the Chinese military tried to expand their force in that region. ちょっと通信の関係で止まってしまいましたけれども、もう一度行ってみたいと思います。では行ってみましょう。First news was about security pact between United States, Australia and the United Kingdom. The pact wasThe pact is called AUKUS Security Pact to try to maintain security, especially in Indo-Pacific regions where Chinese military try to expand their territory. So this was the first news. And the second news was about oil drilling project now discussed about in Arctic. And according to this news, United States government gave green light to go forward with this project. But according to this news, environmentalists tried to stop this project. This was the second news. And the third news is about a strong storm happened in southern hemisphere. According to this news,This was the second time in a month, and about 100 people have been dead, unfortunately. So, this information I got from this BBC World News. こんな感じでですね、自分のスピーチ、話したもの、英語で左側に文字で起こしてくれて、その日本語訳を右側に出してくれます。ですので、スピーチが終わった後にですね、自分の発音、アクセント、そして話している内容、使っている単語や文法がですね、しっかり意味が通じているのか、そういったところを英語と日本語で確認できます。そしてこのボタン、音声を聞くボタンを押すと、この英語を Google 自動翻訳が今度は音読してくれますので、自分のスピーチを音で振り返りながら、日本語と照らし合わせてスピーチ内容を振り返ることができます。それでは私の英語スピーチ振り返ってみましょう。Let's review my English speech. Fast news was about security pact between United States, Australia and the United Kingdom. The pact was the fact is called AUKUS Security Pact to try to maintain security especially in Indo-Pacific regions where Chinese military
try to expand their territory. So this was a first news, and the second the news was about all editorializing project now discussed about in Architect Arctic and according to this news, United States government gave green light to go forward with this project. But according to this news, environmentalists tried to stop this project. This was the second news. And the sad news is about the strong storm happened in Southern Hemisphere. According to this news, this was the second thumb in a month and about 100 people have been dead, unfortunately. So this information I got from this BBC World News.こんな感じでですね、英語と日本語で自分のスピーチ振り返ることができます。自分のどの発音がおかしくなっているのか、正しくないのかですね。この日本語訳を見れば一目瞭然ですので、その発音の悪いところをできるだけですね、矯正して直しながらこの練習を続けることによって、自分の思いをまとめる力、そしてそれを英語で相手に伝える力、より実践的な英語力がどんどん身についていくと思います。それでは、左側の英語を少し手直しして自分の意見としてまとめておきたいと思いますので、興味のある方は動画一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。こんな感じでですね、英語を少し修正してみましたので、興味があるな、参考にしたいなと思う方は、動画一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。BBC 最新1分ニュースを使って私たちの英語力、そして情報を英語で取りながら世界でどんなことが起きているのかという情報力もアップしてみました。引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画上げていきますので、気に入ったら英研究家事チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video till the end. I hope all viewers enjoy my video and we could improve our Englishcapabilities and expand our information knowledge together. Let's improve our English skills step by step. Even we are at home, we can do it. If you like it, please subscribe my channel. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.